いやー、無印良品の店内で流れてる BGM、 あれ聞くとなんだか落ち着くんだよな。そろそろ無印に行きたい頃だな。そういえば無印の夏服ってどんなものがあるんだろう。最近は結構無印良品良くて、ベーシックな中にうまくトレンド感ミックスされてるものも増えてるから結構好きなんだよな。誰か無印良品の夏服でおすすめのものをバチッと教えてくれないかなと思ってる皆さん、こんにちは、スタイリストのしゅんです。今回の動画なんですが、無印良品で大人が買うべき服5選というテーマでお届けをしたいなと思っています。僕自身ですね、無印良品が大好きで、週に 1,2 回ぐらいは必ず訪れるようにしてるんですね。冒頭にもお伝えしましたが、無印良品店内に流れてるですね、ちょっとこう落ち着いていて寂しくもあるような BGM を聞くとですね、気持ちが落ち着くんですが、そんな無印が大好きな僕自身が、お洋服の中でこのあたりは大人世代に似合うかなというものを厳選して、今回皆さんにですね5点ご紹介をしてみたいなと思っています。実際に昨日ですね、僕は無印良品の新宿の店舗に行ってきたんですね。服を中心にですね、店内構成されている店舗なので見ていてとても楽しいんですが、その中で実際に2点購入してきました。それ以外のアイテムに関しては写真を使いながら皆さんにですね、しっかりめに解説をしていきたいなと思っていますので、よかったら最後までお付き合いいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録やグッドボタンの方もよろしくお願いします。それでは早速いってみましょう。まず1点目はですね、僕自身も今着てるこちらのシャツですね。商品名はですね、風を通すストレッチ半袖シャツ、価格は3990円になっています。僕はですね、こちらのカーキという色を選んでみました。僕はですね、身長164センチ53キロと結構ですね小柄な体型なんですけども、 M サイズで今回選んだんですが、やっぱりですね、最近の無印商品ってちょっとこう今っぽいサイズ感になってるかなと思うんですね。ベーシックな半袖シャツなんですけども、袖丈は腕の関節よりもちょっと長めの仕上がりです。身幅もですね、適度にゆとりがあるんだけども、着丈に関しては長すぎないような形で、結構セレクトショップのオリジナルみたいな見え方してくれるので、これはバランスいいんじゃないのかなと思います。襟型はこちらはですね、オープンカラーシャツみたいになってるんですが、割とですねふわっとした襟型になっていまして、いわゆるこうキャンプカラーみたいなものに近いかなと思います。最近はビューティー&ユースとかでもこういったキャンプカラーやってますし、僕のブランドでもキャンプカラーの半袖シャツやっているんですが、この襟の雰囲気ですね、ちょっとふわっとした立ち上がり方が個人的にはなかなかバランスがいいんじゃないのかなと思っています。でボタンに関してはですね、通常のボタンではなくてスナップボタンがついてるんですね。このあたりもちょっとスポーティーな要素ではあるんですが、ボタンの色もシックで光沢感を抑えてあって結構上品に見えるんですね。価格帯を抑えたシャツのディティールとしてはかなり作り込んであるので、このあたりも高評価かなと思います。でサイズ感も今っぽいし、あとは素材ですよね、これもすごくて、パッと見ではわからないんですが、よく見るとですね、細かな通気口が開いてるんですね。そのおかげで風通しが良くて、真夏でもさらりと着やすいというところで、これは使い勝手かなりいいんじゃないのかなと思います。でカラー展開もですね3つあるんですが、僕は今回カーキを選びました。ちょっとですね黒と見えするようなカラーなので、僕はですねユニクロにはないようなカラーリングで、なかなかいいんじゃないのかなと思います。無印良品の競合となるユニクロだと、半袖のオープンカラーシャツ、毎シーズンやってるものがありますが、あれと比べてもサイズ感にゆとりがあって今っぽく見えるし、素材感はこういった通気口の空いてるものでちょっと違いが出ます。あとは色合いもですね、ユニクロは割とこうベーシックな柔らかみのあるベージュで好印象な感じなんですが、こちらはカーキということでちょっとこう黒と見えするような感じで、おしゃれ好きな方には結構おすすめできるようなカラーリングになってるかなと思います。いや本当に無印良品の最近のアイテムというのはかなりですねトレンド感を交えてきてるので、使い勝手もいいし、なおかつワクワク感のあるようなものも増えてるので、これはおすすめできるような一枚かなと思っています。コーディネート簡単で、僕だったらですね下に白 T を着て、そして黒パンで合わせるような、いつも通りのスタイリングの中に交えていくような形でまずは考えますね。あとは白パンに変えてあげてちょっと軽快にするのもいいかなと思うんで、一枚で様々な着こなしも想定できるかなと思います。ちなみに第一ボタンまで締めてですね、ちょっとこういった形で小綺麗な雰囲気で着てあげるとだいぶ印象変わるんですね。なのでこのあたりはお好みで選んでいただきたいなと思います。個人的にはちょっと開けてですね着るぐらいがちょうどいいかなと思うんですけども、かなり使い勝手が良くて、この価格でセレクトショップのオリジナルっぽいものが表現できるのはすごいなと思うので、ぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思っています。
はい、続いて2点目のアイテムなんですが、今僕が着てるこちらのですねアイテムですね、商品名はですね涼感ヘンリーネック半袖不白 T シャツ、価格は3990円ですね。色はダークグレーを選んでみました。かなりこれもですね今っぽい仕上がりになってるかなと思います。もともとですね僕はこういったヘンリーネックの T シャツとかはあんまり好みじゃないんですよね。もともとのイメージで言うと割とですねワッフル地でタイトで筋肉が浮き上がるようなタイトなものを着てる方も結構多い印象なので、僕はあまり着ないような傾向のアイテムなんですが、まあ、最近はですねちょっとこうリラックスフィットのもので、従来のですねヘンリーネックとはアプローチ変えたようなものがですね増えていまして、これだったらかなり着やすいなという形で購入をしてきました。 T シャツの形ではあるんですが、使ってるのがシャツのような不白になっていまして、張り感があるんですね。 T シャツに比べると体の丸みとかを出しづらかったりするので、割とですね大人世代には使いやすいような一枚になってるかなと思います。でサイズ感はやっぱりこちらも M サイズを選んでるんですけども、ちょっとゆとりはありますね。先ほどの半袖シャツよりはそこまで袖の長さはないかなと思います。着丈もすっきりとしていて、だけど身幅は結構ですねゆとりがあるので、今っぽさはちゃんと捉えたようなデザインになってるかなと思います。で襟元ですね、このあたりヘンリーネックになっていて、これもスナップボタンですね。スポーティーな要素になっていますが、割と同色系のボタンなのでカジュアル見えしすぎないのでバランスがいいなと思います。まあヘンリーネックではあるんですけど、バンドカラーシャツ着てるような見え方にもなるので、このあたりもなんか個人的には落ち着いていてバランスいいんじゃないのかなと思います。で裾の部分もですね、やっぱりシャツのようにラウンドしてるんですね。このあたりもですねかなり見え方としては綺麗にですね見えるかなと思います。カラー展開も豊富なんですが、その中でも結構一目惚れしたのがこのダークグレーですね。都会的なシャープな色で雰囲気もいいですし、まあ、1枚でちゃんと着替えしてくれるので、これはかなり使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。で表面の質感はですねちょっとこうドライタッチと言いますか、肌離れのいいような素材感になっていますし、あとはですねちょっと凹凸感があるような感じなんですね。見え方としてはちょっと変化球があって、このあたりも含めてなかなかバランスがいいんじゃないのかなと思います。ユニクロだとこのようなアイテムって意外となかったりするので、両者で差別化がしっかりとつけられているようなアイテムかなと思いますし、長い夏を乗り越える際にはシンプルな T シャツだけだとやっぱり飽きてしまうんですね。なのでこういったちょっと変則的なですね不白 T シャツを入れることで、だいぶバリエーション出すことができるんじゃないのかなと思っています。まあ合わせ方は簡単で、今ダークグレー着てますので、ちょっとボトムスはせめて明るいものがいいなということでホワイト系のデニムを履いています。このような形でコントラスト高いような着こなしをしていただくのもいいかなと思いますし、あとはショートパンツで楽しんでいただいても割といいんじゃないのかなと思います。僕だったらブラック系のショートパンツを合わせながら、ちょっとスポーティーな雰囲気で外遊びで使うのもいいかなと思ってますので、ぜひこちらの T シャツですね、皆さんも店頭もしくはオンラインでチェックをしていただければなと思っています。はい、続いて3点目はですね、もうオーソドックスな T シャツに行ってみたいと思います。夏の暑い時期は今年も長くなりそうなので、まあ、このあたりの T シャツもぜひチェックしていただきたいんですが、涼感 UV カットワイド半袖 T シャツですね。これは去年もご紹介しましたが、まあ、相変わらず仕上がりが良かったので、今年もご紹介したいなと思います。価格は2990円ということで、まあ、ユニクロよりはちょっと上がるんですが、すごくバランスのいい T シャツに仕上がってるかなと思います。まあ、いわゆるですね、ユニクロでいうところのエアリズムコットンオーバーサイズクルネック T シャツと競合になるようなサイズ感の T シャツですね。割とゆとりのあるようなサイズ感になっているんで、大人世代が1枚で着た時にも体のラインも広いすぎずにですね、すごく使いやすいようなそういった1枚になってるかなと思います。まあ、ユニクロの大名作のあの T シャツって街でも着てる方が非常に多いんですね。僕なんかはユニクロにすごくよく行っていますので、着てる人を見ると、あ、ユニクロのあの T シャツ着てるなって分かっちゃうんですよ。まあ、それぐらい浸透してきてるので、まあ、あえてユニクロじゃなくて無印良品で選ぶというのは僕は悪くない選択肢かなと思うんですね。でユニクロのエアリズムの T シャツに関してはポケットがついてないんですが、無印の方はついてると。でユニクロにも最近はついてるものも出たんですけども、まあ、よりカラーバリエーションが豊富で色の雰囲気も良いのが無印の一つの利点かなと思うので、まあ、このあたりぜひ皆さんにご紹介したいなと思います。ただカラー展開が豊富すぎてどれ選んでいいかわからない問題があるんですね。ですのでここは独断と偏見で皆さんにですねバチッとおすすめをお伝えしたいなと思ってるんですが、まずはこれですね、スモーキーブルー。これがいい色ですね。結構無印ってこのスモーキーっていう言葉を最近よく使っているんですが、ちょっとくすみ感のあるブルーで、爽やかなブルーというよりは少しですね大人っぽくて曖昧なニュアンスが漂うような色で、僕はこれがいいと思いますね。ライトブルーっていうのもあるんですが、それは爽やかでちょっと若々しく見えるんですが、大人の落ち着き感がある
スモーキーブルーというのが程よい差し色になるかなと思うので、まずはこれ一押ししたいなと思います。あとはですね、ベーシックなホワイトもあるんですが、それ着ちゃうと結構下着感が出てしまうことも場合によってはあるんですね。なのでちょっとこう色をずらしてライトグレーですね、これぐらいだと真っ白ではなくて少しですねグレーが混ざったような色合いで、なおかつ明るさもあるので、まあ、これぐらいが明るい色の中ではバランスがいいんじゃないのかなと思います。で、僕の大好きなミディアムグレーですね、このあたりは結構ユニクロ U のエアリズムコットンも色めちゃくちゃいいので、ここはよく比べた方が良くて、僕は結構ユニクロが好きだったりしますね、グレー系の色であれば。ですのでこれは無印で絶対買わなくちゃいけないってことはなくて、あとはですねモカブラウンですね、ベージュを濃く煮詰めたような色合いのこのモカブラウンもなかなかいいカラーで、ユニクロにもないようなカラーリングになってるので、このあたりを選んでいただくのもいいんじゃないのかなと思います。スモーキーブルーとライトグレーとモカブラウン、この3色の中で皆さんが持ってないものをですね1枚足していただくか、もしくは2枚ぐらいあっても使いやすいかなと思うんですね。あとはベーシックなホワイトだとかブラックも持っておきたいのであれば、まあ、ユニクロと検討した上で揃えていただくのもいいかなと思います。表面のコットンはオーガニックコットン 100% で、このあたりの風合いもいいですし、肌との接地面はですね接触冷感機能がついているような素材を使っているので、そのあたりも快適です。まあ、ユニクロと結構近しいところがあるんですけども、まあ、非常に着るだけで今っぽく見えるような T シャツで、かといってだらしなく見える範囲ではないので、まあ、皆さんのいつも通りの T シャツのサイズを選んでいただければ、ほんのりとゆとりのあるサイズ感で、どこかアウターっぽい雰囲気を持った T シャツとして気軽に使いやすいかなと思うので、ぜひこちらもチェックしていただきたいなと思っています。はい、続いて4点目はですねボトムスに行ってみたいと思います。こちらですね、風を通すストレッチワンタックパンツですね。まあこれも3色展開になっていまして、まあ夏でもですねやっぱりなんだかんだでブラックパンツは持っとくと便利なんですね。ですので個人的にはブラック推しですね。まあ実は先ほどご紹介した風を通すシリーズのですねカーキと同じ素材を使っていますので、まあこのあたりセットアップで使うっていうのは個人的にはあんまり想定できないので、こちらのカーキのシャツを着るにしてもボトムスはブラックで引き締めた方がバランスがいいんじゃないのかなと思います。まあ、この素材自体がすごくバランスが良くて、先ほどもお伝えしましたが通気口が空いていて快適なんですね。まあ、夏場のロング丈のパンツっていうのはそもそも暑いので、まあ、それに対して素材がですね夏向けのものだとすごく使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。まあ、ユニクロにもですねタックワイドパンツという名作がありますが、まあ、それと同じようにですねもも周りにはゆとりがありつつも、膝から下ですねタックワイドパンツよりも少しテーパードをかけていますので、ちょっとシルエットは無印の方がややスッキリするかなという感じがします。その点はですね、まあ、大人世代にはより似合いやすくなりますし、ユニクロのタックワイドパンツが結構厚地だったりするので夏にはしんどいんですね。それを夏にも着やすいような風を通すですねストレッチ素材で作っているのは非常にポイントが高いかなと思います。価格も4,990円ということで、これは1本夏向けに持っておくのもいいのかなと思います。今時期から9月の後半10月の頭ぐらいまでは使っていただけるようなボトムスかなと思うので、まあ、ぜひ皆さんもチェックをしていただきたいなと思っています。まあ、ユニクロには今タックワイドパンツという名作がありますが、その前にタックワイドテーパードパンツみたいなものがありましたよね。ワイドなんだけど裾幅はやや絞ってあるようなボトムスですね。あれが結構使いやすくて生地も薄くてですねシルエットも太すぎないので大人世代には似合いやすかったんですね。その名作の立ち位置を無印良品が作ってくれてるので、これはですね結構使いやすいんじゃないのかなと思います。ワイドパンツとかあんまりトライしたことがないよなっていう方でもこれぐらいであれば使いやすいかなと思うので、ぜひ皆さんもですね一度トライしていただきたいなと思っています。はい、続いてラスト5点目はこちらですね。レザーサンダルですね。これがですね、まあ、実際に昨日見てきましたが、やっぱりなかなかバランスが良かったですね。価格も6,990円で、レザー素材のこういったサンダルが買えるというのは、かなり驚きもありますし、コストパフォーマンスもいいかなと思うので、まあ、ぜひ皆さんにご紹介ができればなと思っています。夏の足元というのはですね、やっぱり重要度が高くて、普通のスニーカー履いてるか、サンダル履いてるかで、全然仕上がりが変わってくるんで、一発で大人っぽくて季節感を出せるというところで、こういったものは持っとくと便利かなと思います。ただレザー系のサンダルってなかなかいいものが見当たらないんですね。 GU とかでもやってたりするんですが、まあ、より大人っぽくてプレーンでベーシックというところで言うと、無印良品でこういったものを作ってくれるのは非常にありがたいなと思ってるんですね。先ほどのロング丈のブラックのパンツってやっぱり色的にも重たいじゃないですか。こういったレザー系のサンダルを履くことで肌の色が覗きますよね。それだけ
けでぐっとですねブラックのパンツであっても軽快な感じが出るので、こういったものは一足持っておくと便利なんじゃないのかなと思います。もちろんロング丈のパンツにも合いますし、短パンで合わせていただいてもすごくバランスよく映えるので、これは鉄板で使いやすいのかなと思っています。デザインでいうと2本の太めのレザーバンドがありまして、甲の部分をしっかりとホールドしてくれて、あとはですねかかと部分にもちゃんとレザーのパーツがついていますので、歩き心地も悪くないんじゃないのかなと思っています。ただレビュー見ると結構横幅が狭めではあるかなと思うので、このあたりのサイズ感ですね、ちょっと注意が必要かなと思っているんですね。まあ、僕自身も実際に履いてみたんですが、まあ、僕の足は横幅そんなにあるわけではなかったんですが、 L サイズですね 25.5 から26を選んでですね割とぴったりめだったんですね。足幅がめちゃくちゃ広いという方にはちょっと合いづらいかもしれないので、できればですね試着をしてみるか、もしくはサイズですね、この選び方には注意をした方がいいかなと思うんですが、割と癖のないプレーンの足の方であれば結構これは使いやすいような一足になってくるかなと思います。まあ、レザー系のサンダルでいうとビルケンシュトックだとかこの辺りが代表的かなと思うんですが、どうしても価格がぐんと高くなってしまうので気軽に取り入れづらいかなと思うんですね。そういった時には結構無印のこのレザーサンダルはめちゃくちゃ季節感出ますし、雰囲気も含めて使いやすいかなと思うので、ぜひチェックしていただきたいなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画では無印良品の大人に合う夏服5000というテーマでお届けをさせていただきました。久々に無印良品の特集をやりましたが、夏服も結構使いやすいものがいろいろとあったかなと思います。結構ですねユニクロと無印良品って比較されることが多いかなと思うんですが、今回ご紹介したものって意外とですねバッティングしてないものも多かったかなと思うんですね。例えば一番最初にご紹介した半袖シャツもユニクロにはないようなアプローチだと思いますし、不白の T シャツですね、ちょっとこうヘンリーネックになってるものもなかなかですね他にはないような展開かなと思うんですね。またレザーサンダルですね、このあたりも意外とですね無印良品で作るんだという意外性もあったりするので、ユニクロを普段使ってる方もちょっと雰囲気を変えるためには無印をうまくミックスしてあげるのもいいんじゃないのかなと思います。どのアイテムに関してもプレーンで使いやすいんですが、サイズ感が今っぽかったりとかアイテム自体のアプローチとしてトレンド感が混ざってたりするので、このあたりはうまく使いながらですね長い夏を皆さんも楽しんでいただければなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本なるべく分かりやすく解説をしていきたいなと思ってるんですが、普段の動画の中ではなかなかお伝えしきれないようなセレクトショップのオリジナルからドメスティックブランド、またはちょっとツー向けの専門ブランドに関しましては、僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています。週に2本のオリジナルの動画とそれに加えて週末に1本ライブ配信を行っていまして、皆さんからいただいたご質問に直接お答えする形でワイワイ楽しくやっていますので、気になる方はですねこちらの動画の下の概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています。また普段なかなかですねゆっくりと動画を見る時間がない方のためにオンラインサロンというものもやっています。こちらの方では動画じゃなくて文章と写真ベースでおすすめのアイテムですとかコーディネートの解説を皆さんにですねお届けをしています。僕も記事を書いていますし、僕以外のスタイリストや専門家も記事を書いてくれています。また参加者の皆さんも気軽に記事をアップすることができるので、おしゃれが好きな男性が集まってワイワイ楽しめるようなコミュニティになっていますので、気になる方はこちらも概要欄の方からチェックしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。